そこに何かこうあのケアっていう言葉もあるけれども、うん、音楽は染み込んでいくんじゃないかなっていう、そう、逆にそうあってほしいなと思いますよね、うんうん、だから、まあ、今、まあ、僕らだけじゃなくていろんな、ね、ミュージシャンの方がやられてますけれども、はい、やっぱり全てこの先つながってくるものだと思いますので、うん、あの短期的なものじゃなくて常にやっぱり長期的なものであってほしいというのは、うん、あの願いとしてはあります、うん、まあ、なんかあの支援のお話ばかりで終わってしまいそうなので、はい、2つ の、はい、まあ、あの日本の三味線が奏でる音楽ということでですね、ちょっといろいろ伺いしてて、実はあの私はあの吉田兄弟さんの、はい、アメリカに住んでる時に、まあ、先ほどちょっと、はい、あの話して重複しちゃうんですけど、アメリカに住んでる時に NHK の世界に進出したばかりの時、あれをあの茶の間で見てて、アメリカので、それで鳥肌立ててすごいって、でその時に私はそのちょうどアメリカの生活の中に慣れちゃってると、はい、日本人ってなんだろうっていう感覚に、まあ、あのこうちょうど悩んじゃう時だったんで、うん、そこにパーンと来た時に残ってるじゃんみたいな、うん、日本残ってるじゃんみたいな、あのビジュアルではこう一緒にコンバインしてるし、ジョイントしてるから、はい、音楽は新しいでも残ってるじゃんっていうのが、うん、まさにそのアメリカの生活の中にしている自分は残っていかなきゃいけないんじゃんっていう感覚で今があるっていう、うん、なるほど、それの きっかけだったんですね。ありがとうございます、そう言っていただけるといや、まさにそうなんですね、はい、でそれでその三味線に向き合っている姿っていうのは、多分その先ほどのことからするとジョン・ガラ節でそれが、うん、あの確立して、はい、そこからスタートしたということで、今さっきブルースとおっしゃったけど、ブルースとあって何かお互いに震えるコアな部分って一緒ですよね。いや、全く一緒ですね。なんであの最近やっぱりここ2作ぐらいはアメリカのロスでレコーディングさせてもらってるんですけど、うんうん、ブルースの曲を2曲ぐらいやってる、作ってるんですね。でそれがあの面白いことにプロデューサーが、まあ、レコーディングでやるんですけど、そんな明るいブルースはないと、うん、そんなもっとお前らは明日知るんだとそれぐらいの気持ちでやれって言われるんですよ。だからもう精神的なことがあると、だからちゃんとアメリカに住んで、まあ、大体3ヶ月ぐらいに住んでレコーディングするんですけど、あのいろんなものを体験してこいって言われるんですよ。やっぱそういうところからじゃないとブルースはできない。それをそう言われた時にはやっぱり近いんだなってことを改めて感じて、音階的にもすごい合うんですよ。いや、もう私は思いました、リスペクトしましたよね、ミュージシャンの方々ね、三味線はすごいっていう、それがそれを見ている私 あのシチュエーションとすれば、うわ、すごい自分褒められてるみたいみたいな、日本人として、なるほどなるほど、すっごい嬉しかったですよね。それは壊してないので、兄弟の、そうですね、あの、まあ、もちろんみんなそれぞれ、我が家の奏者はどこかにこの伝統っていうその線はあると思うんですけど、みんな違うんですよね。なるほど。で僕らが考えるものっていうものがやっぱり一つの吉田兄弟としての部分がまず一つあって、プラス僕と兄でも多分違うと思うんですよ。それが明確であるってことはすごく大事、伝えるときに中途半端じゃないっていうことで、伝わる方もだから聞く方もなんだこれじゃなくて、あ、ここが一個の線なんだってことが分かるような音楽じゃなきゃいけないんですよね。で僕一番あっちって感じたことは、逆に中途半端な日本があることにいっぱいこうなんていうんですかね、あと悩んだというか、これでいいのかというものがたくさんあったんですよね。食べ物もそうだし、あのいわゆる結構あっちでもあの和楽器やってる方たくさんいらっしゃって、でも聞くとやっぱりまあ仕方ないんですけどね、いろんなもの揃わなかったりするんで、でもこう中途半端感があるものを感じて、それはやっぱり日本から来た人間としては一番それに乗っちゃいけないんじゃないかということを強く思ってアメリカのライブは特にやってるんですよね。いや、感じますよ、うん、だから日本でやるライブを何ら変えてアメリカでやる気はないっていうのがそこにあって、なんで例えばもう結構皆さんやってますけど、いるじゃないですか、こうアメリカやったらこういうふうにしようとか、中学に行ったらそれは自分の その本筋はどこなんだろうと、果たして本当にこの幹がどこなんだろうっていう、多分すごいそれが大事なことで、あのその幹を崩さずに伝えることが一番大切で、しかも一番伝わりやすいやり方なんだっていうことをアメリカのツアーを通してやっぱりすごい学んだことだった。